新年明けましておめでとうございます。今年も釣り講 TV をよろしくお願いいたします。ということでですね、正月っぽく福袋を一つ買ってきてみましたよ。これ、中はね、釣り岡でしょうさんのスペシャルカラーのガバチョウフロッグを中心にいろいろ入ってるよっていう5000円の福袋を買ってみました。まあ5000円なんで、そんなめちゃくちゃ大量に入ってるって感じではないんですけども、間違いなくガバチョウフロッグスペシャルカラー一つは入ってるよってことで、これを選んでみました。じゃあね、早速開けていきたいと思うんですけど、その前にこれ開いてるんですよね。これちょっとびっくりしたんですけど、釣り具屋さんでこれ買おうと思って、で、まあ正月に開けるべなと思っていたらですね、なんかレジ打ちの時にちょっと中身一回全部確認してって店員さんが始まって、でこうレジで目の前で待っているところでですね、おもむろにビリビリビリって開いて、こう全部ルアー出すんですよね。おい、やめてくれよ、この何が入ってるかわからないのを開けてくって感じでやりたいのに、ちょっと何入ってるかってこうできるだけそのレジを見ないようにして、見ないようにしてですね、おい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 って全部ピッピッピッってなんかバーコードやってるんですよ。それやっとけよと思ったんですけども、そういうことでね、これせっかくあの中身が見えない透明じゃない福袋買ったんだけど、いきなり釣り具屋でこう釣り店員さんにこうビリって開かれるっていうね、衝撃の事態に。まあいいや、というわけでね、まあただ中はですねあんまり見ていないので、ちょっと一個一個手で探りながら出していきたいと思います。まずはわーじゃじゃじゃん、これおー、手長スティック 4.9 インチ、微振動生命感あふれるフォールアクションっていうことで、これね、買ったことないなぁ。ちょっと初めてなんで嬉しいですね。まあ、福袋ってね、こう、ちょっと、普段、自分ではなかなか買わないよーなんていうルアーが入っていて、使うきっかけにもなったりしますからね。そういった意味では、これ持ってない手長スティック。まず手長スティック入ってました。じゃあ次ね。ん？小物入れですね、小物入れ。小物入れが入ってました。はい、小物入れが入っていて、じゃあお次はこれ。あ、これも持ってないルアーですね。ジャッカルのアイプロップ、安定感抜群の水平姿勢、I字形コンセプト、ダブルプロップベイトってことで、表層攻略、丸旗カスタム、ダウザーさんのカスタムの何ですかね、丸旗印ってことで、 I 字形のダブルプロップベイトが入っておりました。これもね、自分では買ったことないんで、またねちょっと今度ゆっくり開封していきたいと思います。はい、こういうトップウォータープラグが入っていて、これスナップですね。ダイレクトスナップ、小物ダイレクトスナップが入ってました。これもちょっと使ったことない、まあジャークとかトゥイッチにいいよって書いてあるんで、春先の釣りなんかにちょっとじゃあ使ってみたいと思います。オーナー針の、ダイレクトスナップが入ってました。お次はそろそろの、まあプラグの感触が、おーいいですね。あー、冬から春先に効きそうな TN バイブレーション TN50 ですね。これもね、自分では買ったことない、あ、全部自分では買ったことないやつですね。ジャッカルの TN バイブレーションの50っていうサイズが入っておりました。じゃあね、そろそろこれ最後の最後にね、はい、きたー、釣り岡でしょうさんのスペシャルカラーのガバチョフロッグ、釣り岡くんカラーですね。いやー、ちょっとねこれ1個発売した時に買って、でもだいぶねもうねボロボロになってきちゃったんで、
こういう箱入りのやつあるとね、まあフロッグ結構カバーとかにぶち込む釣りですからね、なんか使ってるうちにこれなくすんじゃねえかななんて、なかなかね太い糸使ってるから基本的にはなくさないものですけども、でもせっかくのこうもうスーパーな YouTuber とのコラボレーションのカラーってことで、去年をちょっと象徴するルアーの一つなんじゃないかなと思って、この、ガバチョフロッグ入りの福袋にしてみました。ということで、うん、まあでも5000円の福袋にしたらプラグも、そのプラグ3つね入って、これでもう5000円ぐらいで、であとねこの小物とね手長スティックとかこう入って、結構お得な感じな福袋だったんじゃないかなと思います。これがねちょっとレジの前にガサッガサッガサッって出されて、おーちょっとそれ見るわけにはいかないんだみたいな、そんな一幕が実はあったんですね。まあまあでもね、お正月っぽくていいんじゃないでしょうか。福袋買ってみましたよってことで、今回はねこれジャッカルっぽい福袋を買ってみたらこんな中身が入っていましたということでございます。はい、釣り講 TV でした。